ロシア連邦道路 R297 はロシア連邦のチタとハバルフスクを結ぶロシア連邦道路である。ベロゴルスク、ブラゴベシチェンスク、スコボロディのビロビジャン市を経由する。総距離は 2165km。シベリア横断道路アジアハイウェイ30号線の一部である。2010年、開通したばかりのアムール幹線道路をラーダカリーナで 走るロシアのウラジミール・プーチン首相シベリア鉄道と共にアムール川を渡るハバロフスク橋ユダヤ自治州ほぼ全線2車線でアスファルトで舗装されているが一部区間で道路のうねりを補正するための短い未舗装区間がある。地下を出るとほぼシベリア鉄道に沿って伸びビロビジャンなどを通ってハバロフスクに至る。シベリア鉄道の建設に伴って建設されたが 第二次世界大戦で極東戦線のために再構築された。1966年にソ連の閣僚理事会でこの区間の連邦道路の建設が決議され、交通建設省令として発布された。その際、旧ルートが中国との国境に近すぎるためルートの変更も同時に決定した。しかし、永久凍土地帯と山岳地帯を含む 2165km もの、 区間の道路の建設は難しく、1967年には、そのこととこの道路の防衛上の重要性に鑑みて、建設は軍に委託された。その後、長い時間をかけて、建設は続き、ソ連崩壊なども挟みながら2000年に、一応の完成を見た。しかしまだ不完全な箇所も多く、連邦道路庁が定めた。 制限速度 100kmh、通航量3000台という目標達成のために改良工事が続いた。そしてようやく2010年に建設は完了した。この道路途中のスコボロディノから北東へ、ロシア連邦道路へ360、レナが、レナ川上の役をつくまで出ている。そこでレナ川を船で対岸へ渡ると、22ベスチャから、ロシア連邦道路 R504、 これ今が太平洋岸のマガダンまで続く。ありがとうございます。